ロイドごはんの時間が来ました。イエイ。はい、今回はですね、うん、神奈川県の藤沢市にやってきてるんですけども、はい、もう看板が見えてるんですけども、うん、今回は蔵寿司に行ってみたいと思います、はい、久しぶりだね。本当に5年、うん、6年とかね、うん、なんか本マグロ、うん、大間の本マグロフェアとかなんかやってるということですごい楽しみなんですけども、はい、行ってみたいと思います、うん、それではゴー。じゃん、蔵寿司行ってみましょう。はい、ということで、うん、久々のくら寿司。そうだ ね、本当にこの大間のマグロを食べてみたいな、うん、そうね。何かすごいこと書いてあるよ。10年の歳月をかけて100の巨峰様の協力により実現と。すごい、そんなにすごい。これは食べねば。パッと見このトロサワラたたきっていうのも食べてみたい。よっしゃ、行きましょう。はい、ことで、うん、大間のマグロは昨日まででした、はい、ああ、そうでしたか。はい、ということで、うん、寒ぶり、行きました。ちょっとあとこのね、熟成中トロ、うん、最後にあったんですよね。ねえ、数量限定、そう、確かにね。2人しかいないのに3つ頼むという数が合わないぞ。マグロ好きなんですよ。そうだね。で、寒ぶり、来ました。おー、すごい、脂が乗ってそう、うん。それと、うん、熟成中トロ、うん、来ました、うん、まずはじゃあワンプッシュでいきますよ。はい、ほいほいほい、いただきます。うん、うん、これは美味しいね。美味しい、うん、うまいっす。うん、身がかなりあっさりしてます。ああ、ということで中トロ、うん、ブリ、これが結構脂乗ってそう。あるね、脂、うん、が乗ってる、うん、でしょうけどね。歯応え、脂が乗りまくってるね。まず、うん、ブリいってみます。ブリ、うん、歯応えもすっごいある。あるね、うん、ちょうどつきました。素晴らしい、あやちゃん、やったー。うん、プリン体糖質ゼロだって。ああ、これはありがたいよね。へえ。リッチハイボールプラスしか限定。初めて見た。ね。うん、ああ、ちょうどこれ最高な1個サイズだね。なるほど。うん。乾杯。うん、贅沢を言えばレモンがあったらいいけど。あ、なるほど、うん、でも美味しいよ、意外と。ブリこれね、本当にすごいよ、油の乗り方が。あ、そう、びっくりした。口の中でね、溶ける油がすごい、こうシューッと。うん、ちょうどよかった。油がすごいね。そう、油がすごいね。すごい。海苔が。カニ。ズワイガニ。ズワイガニね。うん。あんまりこれ普段頼まないけど、今日はたっぷり。うん。楽しめます。おお、結構来るねこれ。
うまい。東大の大学院と日本食品科学研究所の共同分析。旨味と熟成時間調整。なるほど。すごいね。いろんなこと考えるね。いろんなこと考えますね。ねえ、驚いた。出ました。おい。どうやって食べるのかな。ね、どうやって食べるの。こぼれてるのすごい。確かに。これだけ食う。どう。うん。へえ、なんか味がついてる感じに見えるね。これは画期的だね。面白いね。こうか。多分。ちょっと手巻き風にしていただきます。よし、いただきます。このシソが入ってるのもいいね。海苔がパリパリだからすごく美味しい。本当や、海苔パリパリや。パリパリやん。結構これいいね。よいしょ、行きます。パリパリ、大葉の匂いがいいね。そう、風味がね、美味しい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、久しぶりのくら寿司だ。そうだね、かなりね、多分5、6年ぶり、もっとかな、もっとかもしれないね。これくら寿司、くら寿司さんの特徴は、この酢飯が、ちょっと酸味が強い感じがしますね。ああ、確かにね、なんか割とこう酸味が、まあ自分の場合はね、酸味が強い方が好きは好きなんですけど、だから食べやすいなと思います。ああ、なるほどね。あと、ここすごいなと思ったのは、ハーフ、シャリがハーフっていうのがあると。そうだね、これが本当にいろんなね、ネタを食べたいけど、すぐお腹がいっぱいになる人には、すごいサービスだなと思いました。そうですね。でこのハイボールもやっぱり糖質ゼロだったりとか。これね、そう、このハイボール、はい、これ糖質ゼロ、ということで、これちょうど1杯分入ってるんですよね。そうでしたね、だからちょうどこう、なんていうのかな、いろいろ気にしたりとか、する人も多いと思うんですけど、そういう人にも遠慮なく食べられる、飲めるっていう感じで良かったです。そうですね、カロリーゼロはありがたいなね。ちょっと今回、ギリギリこの大間のマグロには間に合わなかったんですけども、本ズワイガニにはギリギリ間に合いました。間に合ったね、食べられました。それとあと寒ブリはすごい油が乗ってて、すごかったね。油が乗ってるだけじゃなくて、噛み応えというか、この弾力感もすごいあって、美味しかったですね。美味しかったね、ネタの大きさっていうのはすごく良かったですね。でウニも、なんていうんですかね、ああいうふうに海苔がパリッパリで、ご飯とかね、ネタが接触してない部分が、あまり接触してない状態で届くんで、あと自分でその皮パリパリの海苔の状態で巻いて食べると。ああ、そうね、これもまたすごいサービスだなと思いましたね。そうね、あれは結構巻くのも楽しいし、あとはその海苔の食感が残ったままっていうのもね、すごい良かったと思います。ということで、このしょっちゅうねフェアをやってると、今度1月24日から、金目鯛とかね、そうそう、お炙り大粒ホタテとか、でなんかあと大トロとかが1月24日から会うということなんで、またそれを狙っていきたいなと思いますね。はい、ということで大変美味しかったです。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。